お元気ですか？谷村新司です。地下鉄の階段でエスカレーターを使わずに歩いて登ってみる、日々の散歩の中の小さな挑戦です。さあ、今日もゆっくりと自分らしい歩幅でラジテレ始めてまいりましょう。さあ、今日のテーマは若さです。若さ。もうね、このタイトルを選んでまず思ったのは、若さについて語れるっていうのは若くない人だけの特権なんじゃないかとまずそう思いましたね。若さの真っ只中にいる時は若さってわからないんです。でも時が流れて若さがだいぶ消え失せていったなと思う頃に、あ、若さってこういうことだったのかもって思えるようになってくる。今もう谷村が喋ってる最中に自分はどの辺にいるんだろうと思ってる方もいるかもわかりません。若かった頃には気づけなかった、そんなことがこれからどんどん増えてきます。それが年を重ねるということかもしれないなって感じがしております。昔から、谷村さん座右の銘ってありますかって聞かれた時に、僕は必ず答えてるのは、夢は夢にあらずということ。夢は夢にあらず。夢は実現させるために見るもの。決して夢物語では終わらせないもの。こういう思いです。これは今も実は変わっていません。この谷テレも、そんな夢の実現の一つなんです。日はまた昇るの作品の詩の一節に書いたんですけど、夢を削りながら年老いていくことにというフレーズ、これは今も自分への戒めとして大切にしている言葉でもあります。今も昔も変わらないこと、それは夢を語るのに年齢は関係ない、それを持ち続ける精神こそが若さの本当の意味なんじゃないかなと思ったりもしてます。かつて、たくさんの先輩たちから教えてもらった言葉、サミエル・ルマンの、素晴らしい本がありまして、その青春とは何かという本なんですけども、青春とは心の在り方を言うというサミエル・ルマンのこの言葉に僕も随分、感銘を受けました。どんな心を持ってるかっていうことで、それはその人にとって青春かどうかっていうことが決まるという、ああそうかもなと思いますね。